はい、皆さんこんにちは。今日は4月の16日ですね。ってことはもう半分過ぎるんですね。今日は春を通り越してちょっと夏、初夏、夏のような暑さでございますが、ね、暑い人はちょっとね、上着脱いだりしても途中でいいかなと思いますのでね、それでは、まずは、ちょっとお声出しを含めて上を向いて歩こう。はい、ありがとう。太田を担当しております高橋です。よろしくお願いします。4月ということで桜の時期も終わり、まあ、ソメイヨシノの時期は終わって、うちの近くは実は八重桜が咲く街道がありまして、これから昔と違ってね、いろんな桜が今日本咲くようになったので、八重桜やしだれ桜、濃い色から薄い色まであるので、結構長くね、1ヶ月ぐらいは桜って見れるので、いろんな桜があるのはいいな、ソメイヨシノも素敵ですけどもね、いいななんて思いながらちょっとそんなところを散歩しておりますが、一応、そうですね、今日も桜の曲もあったり、一応4月5月ぐらいまでは、まあ、春から初夏の曲を歌っていきたいなと思ってますので、リクエストもありますのでね、ぜひ楽しんでいただければと思います。それでは町ぼうけの楽譜をお出しください。4月のラストなので、今日までね、いろんな合唱曲は今日までで、来月から新しい曲になりますので、それではいける、いくよ。で、頭の音ね、ワン、ツー、サン、はい、湿ったこれから寝てまとか
スト3、はい、柱の傷に柱に、ね、傷をつけて去年から何センチぐらい伸びたかなっていうようなあのお兄ちゃんと弟さんの会話の歌でございますが、皆さんももしかしたら実家というかね、昔のお家の木のこう柱にこうつけた、私もうちには姪っ子のが今でもついてなんかピクピクピクなってる、大丈夫かなってあのついてたりしましたが、とっても可愛らしい背比べですね。それでは行きましょう。タタタンタン。という曲でございましたが、じゃあちょっと滑舌を含めて一回皆さんで読んでみましょうか。かね、じゃあ朗読してみましょう。3、はい。柱の傷は一昨年の5月5日の背比べ、血巻き食べ食べ兄さんが上がってくれた背の丈、昨日比べや何のこと、やっと羽織の紐の柱に、柱に持たれりゃすぐ見える、遠いお山の背比べ、雲の上まで、雲の上まで顔出して、はい、天で見せ伸びしていても、はい、雲の帽子を脱いでさえ、はい、雪はやっぱり栗の山。はい、OK でございます。素晴らしいです。背比べ、中山新平のね、どういう、昇華でございました。
なんか5月1日の見ててなんでないんだろう。はい、ローレライという曲ですね。ジルヘルという方が作曲をした曲なんですけども、もともとの詩はハイネの作詞から来ていると言われてますね。ドイツ行ったことある方、すごくない？ちょっと8割ぐらい行ってんのよ、どういうことみたいな。多分ロマンティック街道だっけ、なんかありますよね、ライン川を行くような街道を、なんかノイツパンシュタイン城じゃなくて、なんだっけ、なんとかシュタイン城みたいなね、うん、そうそうそう、一回は私も行ってみたいなと思いますが、そのライン川に伝わるローレライ伝説というのがあります。人魚姫の元になったというも言われてますが、あの人魚なんですけども、通ってくる船にこう誘いをして中に引きずり込んでしまうっていうようなちょっと怖い物語があるんですけども、ローレライという美しい、これはそうですね、ヨーロッパの民謡の曲を言ってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ここでも乗ってるのでね、何でもいいし、こちらでも構いませんのでね、行きましょう。キミちゃんというかわいい女の子がアメリカ人の方に養子に、行ったという、本当の話を聞いて野口雨情が詩を書いたというのがこの曲の元になっている曲でございます。あのちょっとメロディー的には悲しくて、ちょっと内容的には悲しいんですけど、あの女の子はどうしてるんだろうっていうようなちょっとね、物思いにふける、そんな曲を4番まで行ってみたいと思います。タッ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 タンタン。
私はとても好きですね。なんて悲しい曲ですけども、なんとなく好きな曲でございました。赤い靴。さあ、次はちょっと飛んで現代曲一曲行ってみようか。今トリオ紹介が多かったので、だいぶ飛んで平成の曲を。日本には桜と名の付く曲は実はたくさんあります。これもリクエストをいただいてたんですけど、ありますが、森山直太朗君というね、森山良子さんの息子さん、良子さんの息子さんね、のが作った、桜独唱という曲なんですけども、桜と名の付く曲の中ではやっぱり結構、上位に行く曲なんじゃないかなと思います。とても綺麗な曲なので、知らない人もメロディーは覚えて、毎年歌いますので覚えておいていただけると嬉しいなと思います。いきましょうか。1年間練習して来年の4月ぐらいに歌おうかしらね。まだキーもね、今ちょうどよかったのよ。すごい
題はそうです。今ね、直太郎くんの同じキー、原曲のキーで、直太郎くんって実は裏声を使って歌う子なんですけど、あの高いね。高いし、やっぱりね、お母さんにちょっと似てるのもあって上手なのね、やっぱりね。やっぱり遺伝ってするのね、歌のうまさってと思いながら、いたりもするんですけど、なんとなくサビは聞いたことあったかな、タタタタタタっていうの、まあ、よく流れてる曲なんですけど、さくらという曲でございました。さあ、もう一曲だけ、今何分 ?7 じゃあもう一曲、もう一曲リクエストをいただいていた、これはね、チェコスロバキア民謡。今でもチェコスロバキアってないよね。チェコとスロバキアに分かれましたよね。でも昔はね、チェコスロバキアでしたね。の民謡、そう、オーバーリバーミドリって言いましょうか。スロバキア民謡だとは知らなかったんですけども、実はそうなんですね。だから東ヨーロッパか、東ヨーロッパですね。この曲知ってる？はい、オーマキバー、そうチェコスロバキア。実はこの曲、来月の合唱曲にもしようかなと。実はハモリがあるんですね、もともとついてるんで、しようかなと思ってるんですけど、その練習を含めて今日一回歌っとく、まあ、リクエストもあったので歌っとこうかなと思います。実は本当は、ね、3番まであるんですけど、歌ってこれサビね、でこう来てもう一回これ歌うみたいな、2番まで、今日は2番までですけど、じゃあちょっと明るい元気な曲を、冬のためだ。要するにやっぱり寒い地域の曲の人たちなので、実はよくよく詩を見るとそういう、あ、曲なんだってこと、ただ楽しいだけじゃないんだなっていうのを感じたのでね、あ、なるほどねと思いながら、ということで来月からの合唱曲の一曲としてこの曲を歌いたいなと思います。リクエストありがとうございます。オーマキバワミドリという曲でございました。それじゃあ合唱やろうか。はい、ではアニーローリーの楽譜をお出しください。それではイントロから適当に言ってみましょうか。間違っちゃってもいいから思いっきりいきましょう。愛しアニロリ、
何よりは載せちゃったな。YouTube を見てくれれば今のがどんな感じだったかが聞こえるかなと思います。素晴らしかったです。アニロリまた来年やろうと思いますので譜面はお持ちになっていただければと思います。はい、それでは、2部始めていきたいと思います。1曲目は、これはまたちょっと早いですけども恋のぼり。でも恋のぼりニュースでもこういろんなとこでね、あの可愛いビロンってこうね、潰してあったりして、この辺ではなかなか見ませんが、うちの実家の方はど田舎なのでまだお家によっては沖縄の立派な鯉のぼりを開けているところを見たりしますけども、ね、雄大で私は結構好きな景色でございます。昭和6年の、童謡だそうでございますね。これしかない、こんだけ短い曲なんですけど見てみたいと思います。そうだ、昔今ね、あのね、小さい日合意は子供立ちじゃない、でも昔は子供立ちだそうですね。点々がついてそうですね。ちょっと私抜いちゃいましたけど、もともとの詩は子供立ちだと。それでは行きましょう。ちゃん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 、誰か分かってないそうですね。そんな曲で、そういえばよく考えたら今は多分お父さんですよね、うん、今の教科書だと。でも昔はお父様だったそうですね。なので今回はお父様とかちょっと違ってるんですよね。だから少しずつ昔の詩とだんだん変わってるっていうのもなかなか面白いかななんて思いますが、恋のぼりという土曜日でございました。次はね、みんながとっても好きな曲かな、行ってみよう。はい、白い花の咲く頃という曲でございますね。昭和25年なので戦後の曲、岡本敦郎という方、焦げ列車は行くとかを歌った方だったかな。岡本敦郎さんがもともと歌った曲ですが、とっても素敵ですね。白い花の咲く頃という曲、それでは皆さんで歌ってみましょう。タタタタミミタン、さよなら。
白いバラが好きな人、白いユリナシ、白い花いっぱいありますけどもね、皆さんは白い花といったら何を思い出すかななんて思いながらちょっと歌ったりこうやって絵を描かさせていただいて、みんなどう？白い花って何を思い出す？ツバキ、まあいろんなのがあるけどね。白木ね、最高ね、うん、もう散っちゃったぐらいかな、うん、で今木蓮が咲き終わるぐらいで、これがコブシとかね、木蓮、あのマグノリアという花ですね、特に英語英名で言うとね、素晴らしい。ね、素敵ね、白いお花って、また清楚。でも日本ではすごく清楚、美しいって意味ですけど、実はヨーロッパだと色のない花っていうような意味でも使われるので、実は人によっては意味嫌ったりもヨーロッパではするって聞いたことがあります。でもキリストの象徴でもありますよね、白い指っていうのはね。だからなかなか日本と東洋と西洋では白の考え方が少し違ってたりするっていう、清廉潔白のようなイメージが東洋なんですけど、ちょっと違うっていうようなイメージがあるって聞いたことがありますね。白い花の咲く頃でした。それでは白から次は白から次はまだ行くか、白から赤いって言い方。はい、それでは白い指から今度は赤いバラに行きたいと思います。1966年なので昭和でいうと41年でしょうかね。マイク・マキ、マイク・マキね、が歌って大ヒットしましたね。実はこのバラというのは星の王子様に出てくるサンテクジュベリーの、ね、のバラをイメージして作ったと言われておりますが、可愛らしい曲、私も好きな曲ですね。それではやってみましょう。タンタタタタン、
も私はとってもいいですね、好きな曲でございますね。これもあのね、バラね、赤なんだけど、赤いバラなんですけど、バラと言ってイメージっていうと男性は赤っていうそうです、ほとんどの人。でも女性は違う、赤の人もいればピンクの人もいたり白の人もいたりっていう、ピンクが多いのかな一番って聞いたことがあるので、なんか性別によってバラって言った時のイメージがなんか違うそうですね。不思議だなとこれも思ったりもしますけども、ということで、マイク・マキ昭和41年のバラが咲いたという曲でございました。42分 OK。 そう、なんか今日静かだなと思ったら吉田さんだけ似合うの吉田さんいつもくちゃべってるからさよく喋ってるからさわちゃわちゃしてるんだけど、今日なんかなんで静かなんだろうと思ったらあ、リーダーいないごめんね欠席すると何言われるか分かんないすいませんね、欠席しない方がいいわよみんなね、何言われるか分かんないからね、かけてねすいません。はい、バラが咲いた。ちょっと待って、もう一曲ぐらいいっとこうか。これいこうかな。ちょっと飛んでかすぎ。いってみようか。私もとても好きな曲なんですけど。はい、せっかくね、コーラスにね、やっぱこういう曲もいいかなと、歌声だとなかなかこういう曲歌いできないので、霞か雲かということですね。本の76ページにも載っているので、もしよかったらメロディー忘れちゃった人は76ページ。聞けば多分、あーってことでしょ。そう、皆さん多分歌えると思う。パラパラ、みんな歌える。パラみんな歌える。76ページね。はい、ドイツ民謡と言われてますね。ドイツ民謡でございます。ドイツでは春といえばこの曲と言われているような曲だそうでございますが、私もとっても好きで、明治の16年には日本に入ってきたと言われてますので、もう100年以上、もっと前にドイツであった曲を日本に来たというドイツ民謡から、3番まで頑張って歌ってみましょうか。霞か雲か。タン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 。可愛らしい曲なのでね、優しく歌ってみましょう。
ドイツ民謡と言われている曲なんですけども、春らしいですね、ヨーロッパの春らしい、そんな曲でございました。先に出しめちゃおうか、はい、では先に合唱をやりたいと思いますので、時間が残ったらね、後でもう一回貸し合いますが、知床旅情の楽譜をお出しください。なんか適当に間違っちゃってもいいから気持ちよく歌いましょうね。まあ、とても楽しかったですね、4月もね、素敵な春の曲いっぱい歌いました。今日も来ていただいて本当にありがとうございます。また次回会いましょう。ありがとうございました。バイバイ。忘れ物ないようにお帰りください。